やっぱり石巻、本当の意味でどん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 進化させていくには、やっぱり産業を新しく作らなければいけないのかなと思った時に、やっぱり自分がやってる IT というところで、なんかちょっとお手、なんかできるんじゃないかなっていうところから始めたのが営む。やっぱりチャレンジするには、やっぱり一定以上のクオリティ、最高のクオリティで、まあ、勝負していかないと産業っていうのは根付かないのかなと思った時に、仕事を持ってくるんじゃなくて、まずはそういうような仕事をできる人とか、そういうエンジニアとかデザイナーをなんか育てていくことって大切なんじゃないのかなっていう。そのために営むとしては、何ですかね、地盤作りというか、大人ができることって地盤作りだと思うんですよ。街作ることもできるんですけど、次の世代が活動的に動けるようなフィールドを作ってあげる。そうすることによって次の世代の子たちが活動的に動ける。上の人たちがフィールドを作ってくれたんだったら、自分たちも次の世代にフィールドを作ろうってなると、なんかおのずともう営むとかも関係なしに、どん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 活性化していくんじゃないのかなという、 IT というところで、というような、なんかモデルで営むは今動いてるのかなというところですね。自分はいつも一人、自分が1年間頑張って、なんかこうきっかけを与えられて、なんかそのきっかけに触発される、触発できるような子っていうのは、本当せいぜい3人とか5人とかそれくらいかなと思ってて、でもその子たちがそういうようなきっかけの種をもらって育てるじゃないですか。で、もらったという経験があるからこそ、その子たちも次の子たちに次のきっかけの種をあげたいんですよね。本当に石巻という地に、本当に IT とかウェブができるとかっていう人間が増えれば、おのずとそこに産業が発展していくと思うんですよね。地方からも本当世界だと思うんですよ。地方にいながら世界にチャレンジできるのが IT っていうところだと思うので、よく言うと、もっといろんな学生にいろんなこうものを提供、ものを、いろんな種を渡してあげたいんですよ。イトナブは、秘密基地的な存在です。 お菓子を食べに来てもいいですし、お茶を飲みに来てもいいですし、IT というようなものになんか直接触れ合わなくても、なんとなく自分の知り合いとか図体になるんですけど、そういう子たちも来てるので、気軽に来て、開発なんて1日あればアプリ作れます。パソコン触ったことなくてもアプリ作れます。そんな時代です。ただ苦手だなと思ってるだけなのはあなただけかもしれません。